はい、今回はうるま市の離島の一つ高離宮城島の、行きます。千円ファクトリーって書いてますね。でですね、今回もパフバンダ行こうと思ってるんですが、その前に龍神風堂と日銀宇座と、離れ先紹介していこうか。このね、内回すの建物の、ね、下の方に龍神風堂がねあるんですが、なんかトラロックされて行けなくなってるね。なんでだろう、行けなくなっちゃってるね。行けない。傾斜以外立ち入り禁止ってなっちゃってますね。まあね、遠くの方に画面のね中央あたりに龍神風堂っていうねポイントがあるんですが、今回入れなくなってますね。なんでだろう。じゃあまあいいか。最近やっぱり沖縄はね、年から年中ハイビスカスが咲いてるんですよね。ちょっと今日風が強いから花もなびいちゃってるんで、本当だ、風が強いから寒みがあります。これですね、じゃなくて先に日銀宇座行こっか。この辺のね、うるま市の離島、橋が架かった離島4つあるんですよね。天座島、天座島のことを離りっていうと思うんですよ。で、宮城島はね、高離りっていうと思うんですが、なぜかここにね、離り滝ってなってるんですよね。小高いお金らしいのが、雪の坂風番棚の場所からする、小高い全体の総称、総称だったんだね。この辺り一番高くなっている場所で一体そのものが清らかなのかわかりますっていうね、離り滝。はい、お邪魔します。確かに高いね。そしてバッテリーが 20% を切ってね、また例のブラックアウトしたのかなってびっくりしたけれど、ちょっとね充電がねなかなかやばい状態なんで、本当はね、もっと長く撮りたかったんですが、ちょっとね、悠長に撮っていると、切れちゃうんでね。はい。綺麗ですね、やっぱ。ご覧ください。ちょっと風が強いんで、風音、あ、だいぶ前から吹き出るから、もしかしたらそんなに風音は聞こえないの。綺麗です。本当絶景だよね、ここ。風
いか気になるね。でね、人がいるあの辺から見る角度が本当はね一番綺麗なんですよね。このリーフ半端ないな。この色いい絵ですよね。本当に白もやがかってるな。海が荒れてるから潮が飛んでるのかな。ここからのね、なんか本当に最高なんですよね。高台でいいですよね。すごいね、リーフ。これだけ霞んでてもね、こんな青い海、絶景だね、やっぱりね。よいしょ。はい、実はね、先ほどこの内の浜、この岩の内の浜降りてきたんですよね。なのでまだね、その動画見てないよって人はね、動画の説明部分に URL 載せておくので、その動画も、ね、楽しみください。綺麗だな、リーフ。この時期リーフが茶色い海藻が動画になるんですが、今回ね、宮城島の内回すから画風版だとかね、最初ねこの龍神風動画なぜかね入れなくてね残念だったんですが、ビティンウザカナリダキ画風版だね。ちなみにこの岬は幸せ岬っていうらしいですね。まあ、幸せな気分に味わえますよね。こんだけ絶景が広がっていたら、ね、本当に宮城島代表する、ね、絶景スポットなんでね、やっぱ綺麗ですね。はい、というわけで今回、高花梨宮城島の花風番田からね、沖縄の魅力をお届けしました。船勝那浜の映像もね、まだ見てないよって人はね、一緒に見てもらえると嬉しいです。というわけで、今回は花風番田から沖縄の魅力をお届けしました。風がつ、最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったにー、バイバーイ。